ダチョウさんとそんな仲良くない頃に言ったの、これはもうそんなエピソードないからさ、うん、まだダチョウ倶楽部さんとそんな仲良くない頃だったからさ、はい、それ言ったね、面白いエピソードだったから、はい、今って言って、うん、さあさあ俺なんか結構リュウさんってさ、はい、俺が辛い時にさ、お前面白いぞって、お前面白いから仕事あるぞ、大丈夫だぞって励ましてくれたから、うん、俺好きっていうエピソードが一番まあよく出てるんだけど、うん、はい、実は上島さんのこと好きになったのも実はこの事件で、うん、俺がそのおしっこした女の子がいたんですよって言ったら上島さんは、うん、儲けたなそれで俺上島さんのことまず好きになったから、これだけはあんまり言ってないんです言えない、言えないですよまあその女子高生の名誉にね、女子高生か、まあ、その若い子の名誉にや、うん、があるから、うん、それもあんまおしっこの話しないんだけど、まあ、ラジオとかちょっと言っちゃったんだけど、そうですね、なんか若い女の子おしっこしてたんですよ、上島さんって言ったら、儲けたな。いいぜ。いい先輩だな。いいですね。先輩ですね。ありがとうございます。はい。というわけで、世の中